かな。はい、OK です。気合と勢いの演舞がいっぱいでしょう。我々は発祥の地高知の本来の良さこいである小踊り、皆様に少しばかり休憩していただきましょうかね。それでは参りましょう。構え、木綿組ね、高知のよさこいです。本来は味方者に引っ張られて何百メーターも何キロも踊り続けます。この会場では長さが若干ともじゃないかな、足りませんのでね、折り返しております。これが東海の高知のよさこいである踊り。さあ、もう一回行こうか。高知のよさこい、まったりしていただきましたかね。はい、これが高知のよさこいなる小踊りでした。木綿組でございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。子供から大人まで楽しさはにじみ出ている演舞でしたね。楽しそうでしたね。メダルもたくさん出てました。坂戸木綿組の皆さんでした。